皆さんこんにちは。南山本地域子育て支援センターです。今日は今からの季節にぴったりな水遊びの時に使える手作りおもちゃをご紹介したいと思います。まずご用意していただくのはこちら 500ml か 1リットルの牛乳パック、そして水を満タンに入れたペットボトル。こちらは丸い形のものじゃなくて四角い形のペットボトルをご用意してください。そしてビニールテープ、油性ペン、ハサミ、切り、そしてモール。モールがなければ紐でも構いません。それでは作り方をご説明していきます。まずこの牛乳パックの真ん中の部分に油性ペンでぐるりと一周線を描いていきます。そしてこの線に沿ってハサミで切っていきます。そして切ってこの牛乳パックを2つにします。その半分になった牛乳パックの口の部分をそれぞれビニールテープで留めて箱状にします。箱状になった牛乳パックがこちらです。こちらの牛乳パックのそれぞれお尻の部分にこちらの切りで穴を一つずつ開けます。そしてその穴にこのモールか紐を通して電車のようにします。これをお水の中で浮かせて遊ぶだけでも楽しいのですが、こちらのように先ほどのペットボトルを牛乳パックの底にビニールテープでつけて紐をつけると、お子さんが水の中で引っ張って遊べるので楽しいですよ。ぜひ牛乳パックの箱の上にお気に入りのおもちゃやお人形を乗せて引っ張って一緒に遊んでみてくださいね。もうすぐ七夕ですね。今年も天の川で織姫様と彦星様は会えるかな。また支援センターにもいつでも遊びに来てくださいね。待ってます。